ZIP FM をお聞きの皆さん、ZIP の皆さん、お久しぶりです。スパイアーボーカルの池です。この度は皆さんに大変ご心配とご迷惑をおかけしました。本当にすみませんでした。今日はエアーズロック最後の日です。ジッピーのみんなと最高に楽しい時間を作って先に進んでいきたいと思います。それじゃあ皆さん、よろしくお願いします。ZIP FM スパイアのエアーズロック、佐々木ヘンドリックスのエブリバディオンザラインに変わりまして、ここからはスパイアがお送りしていきます。どうもスパイアボーカル池と、ギターのプログラミングのユーシーと、ベースのモミケンと、ドラムのケンタです。はい、どうもー。9月25日夜の11時30分、はい、エアーズロックザ・ファイナル、メンバー4人でお届けしていきたいと思います。いや、始まりましたけど、一つ言わせてください、はい、本当にご迷惑をおかけすぎ、池さん、本当にね、あの、すぐね、いきなり、いやいや、あの、このね、はい、数ヶ月ありましたけども、はいはいはい、本当にね、今だから言うよ、一、うん、人で考えて右手の iPhone からあんなの発射しちゃダメでしょ。しかもね、しかもね、広島のホテルの上はやめて、やめて、やめて、それは本当に。次はじゃあ、左手から、いや、もうやめて、やめて、やめて、次もし何かあったら、俺は ZIP FM から発射しちゃうぜ。やめて、まず相談してもらっていいですか。とりあえず俺たち、まずね、相談して、ね、はい、そう、ということでね、いろいろですね、皆様からもいろんなお便りをもらってまして、はい、ね、一番多分みんなが知りたいであろうなというお便りからまずは紹介していこうかなと思います。紹介していきますか。はい、はい、ですね、大田区、まあ、東京都ですね、うん、京子さんからいただいております。ありがとう。いろいろまあやっておくつもりましでしたが、この1時間40分、うんうんうん、あ、そういうことね、ごめんね。残り、1時間40分でエアーズロック本番となりましたとメッセージで、はいはい、で、いろいろやっておくつもりでしたが、結局ずっとツイッターを眺めているばかり。なるほど。で、11時半が来そうです、はい、4ヶ月ぶりのスパイアーさんを堪能したいと思います、はい、この4ヶ月どんな感じで過ごしていらしたんでしょうか。それ聞いちゃう。これぞなエピソードがあったら教えてくださいみたいな、はいはいはい、来ておりますので、はいはい、まあ、これ多分ね、まあ、ほとんどの本当にあのスパイアのファンの方だとかが、うん、知りたいことだと思うので、そう、ね、何やってたんだ俺らはということ、はいはい、はい、何やってました。もうリアルに、はい、リアルに、いいっすいいっす、あ、じゃあいい、俺から、はい、マジでリアルに、はい、この食探しを、はい、考えました。いや俺だって10代から、はい、バンド始めて、はい、でやっぱ音楽ずっとやってて、はい、まあ、それ以外何にもやってこなかったわけですよ。そうですね、で、はい、今いざここで俺はこのバンドを失って、はい、仕事を失ったら何ができるんだろうっつって、はい、何が残るのかと、何が残るのか、本当いろいろ考える時間があったよ ね、 そうだね、時間だけはめちゃくちゃあったから、何やってたって言われるとちょっと悲惨だけど、はい、その考えることが一番できた時間なのかな、うん、まあそうだね、多かったね、そうだから自分がその弱かったなっていうところとか思い返したり、バンドって何なんだろうなとか、わかるわ、わかる、究極ね、そういうところを考える4ヶ月でした。長かったね、まあでも本当にね、これは本当に僕らに与えられた試練でもあり、うん、こうしてね、こうやってまた4人で、うん、また ZIP FM で、はい、こうやって生放送、いや本当に喋れてるってことが俺は本当に嬉しい。ありがとうございます。本当に待っていてくれた皆様、あとはもうこうやって ZIP 今聞いてくれてるみんなもそうだよね、うん、でこれよりもっともっと先に多分いろんな方が待っててくれるから、うん、ここからも僕らが本当に今さ、ね、冒頭で意見も言ったけども、こっからちゃんと進んで、はい、ありがとうございますといろいろ伝えていくことが重要ですね、僕らもね、そうですね、はい、音楽を通して伝えていきたいと思ってます、そうですね、はい、ということで今日のエアーズロック